ですね、いよいよ新国立競技場での清水エスパルス戦とのアウェの試合です。この試合30周年記念試合ということで、清水エスパルスのホーム試合にもかかわらず、会場は新国立競技場となっております。そして今いるのがですね、ここ東京駅の前なんですけれども、今日はですね、この東京駅から新国立競技場まで歩いて向かいたいと思います。30周年記念試合ということで特別な一戦になると思いますが、しっかりと勝って、そしてマリノスにとっては J リーグの500勝目にかかっている試合でもなっておりますので、しっかり勝って勝ち点3掴んでいきましょう。先ほどまで皇居の外苑歩いてたんですけども、すぐそちらに皇居があって、今国会議事堂が見える場所にも来ていると、まさにですね、日本の中心を巡っているという感じですね。アウェー遠征の楽しみの一つとして、こうやってアウェー先の観光名所を回ることができるというのもアウェー遠征の楽しみの一つですよね。今ですね、国会議事堂の前まで来ております。まだ午前中なんですけども、かなり気温が暑い、気温高いので、もう汗かなり出ていますね。それではもうしばらく国立競技場に向けて歩いていきたいと思います。国立到着しました。ここはですね、交差点の向こうにあるのが、聖徳記念絵画館ということで、もう新国立競技場は目の前なんですけれども、今いるですね、このイチョウ並木の下の日陰が涼しすぎて、なかなか外に出る勇気がないというのが現状ですね。かなり暑くて、もう汗かなりかいてるんですけども、水分しっかりとって、熱中症にならないように気をつけたいと思います。ではもうすぐ、新国立競技場すぐ目の前なので、思い切って行ってみたいと思います。はい、今国立競技場無事到着しました。右手が国立競技場 で左手がですね、今日の最初の目的地、トリコロールマーメイズとオレンジウェーブコラボのステージがこちら左手にあります。ちょうど12時過ぎたぐらいなんですけれども、早く来てる方は、ちらほらいらっしゃる感じですね。これから皆さん揃ってくると思います。そしてステージはですね、15時ぐらいからステージが始まりますので、それまで会場周辺回っていきたいと思います。
戦オレンジ戦士魂込めて紹介していきましょう。一層清水レスパルス、スタート前だ。セブンディックスゴールキーパービッチに届く高校守護神権田修一、背番号4エイプレイヤー、天性のポジショニング原千秋、背番号2エイプレイヤー、新世代のハイパワーダンス。2022明治安田生命 J1 リーグ第19節清水エスパルス30周年記念マッチ、清水エスパルス VS 横浜 F ・マリノス選手リード。Thank you.
ないんですけど、